子供のままの大人もいる。ああ、サラ・ホランド、こっちはウィリアム・ホーキンス退役空軍大佐、凄腕のパイロットだった。どうも。私の次にな。ホークさんね、大噂は金がね、クリフ・ジェンキンス司令官からベトナム時代の逸話を伺っています。クリフの話は信用しない方がいい。あんないい加減なやら珍しいぜ。ああ、彼元気？亡くなられました。ああ。ではホークがドジを踏んだところで、タンク・サリバンを紹介しよう。ああ、こいつは空軍の生んだ最高の候補士だ。今では飛行機の代わりに神様の道案内を務めて。お会いできて嬉しいです、ホランドさん。こちらこそ。こっちはジェリー・オニール、機体設計の神様だ。ステルス機の開発にも関わってたから知ってるだろう。あだ名は終わりかしら。お好きなように、なんとでも。そうですか。では早速やっていただきたいことが。ところでバナナはお好き？なんでバナナ？子供のままの大人もいる。ああ、サラ・ホーランド、彼はウィリアム・ホーキンズ、元空軍大佐で最高のパイロットだった。私の次に。ホークさんですね。お噂はジェンキンズ司令官からベトナムにいらっしゃった頃のお話を伺っています。ジェンキンズから聞いたんじゃ 100% いや 120% デタラメだ。で、奴は元気か？亡くなられました。ああ、ホークがドジって地雷を踏んだところで、お次はタンク・サリバン。彼は空軍一の航空士で神の目を持つ男と言われたが、神様づいて牧師になった。全て神のお導きです。よろしく。どうも。こっちはジェリー・オニール、優秀なエンジニアで設計士でもある。知ってるかもしれんが、ステルスの開発にも携わった。ニックネームは？お好きなように。デートの時に。さてと。じゃあ早速仕事にかかりましょう。バナナでも一口どう？